3軒目ですね。こちらたこ焼き屋さんにせんべろがあった。そう奇跡だろこれ。ていうかこっち沖縄ですよね。沖縄、沖縄に普通たこ焼きってあります？あるかいでもあるし。沖縄バカにしてない。こちら床屋本店っていうんですよね。せんべろやってますよ。ビール様、飲み物3杯に一品、たこ焼きじゃなくてたこ焼きもだけど、味噌だったり手羽先だったりね、ささみ揚げ選べます。まあ、せっかくねたこ焼きさんだから、俺はたこ焼き行く。じゃあ俺もたこ焼き行く。います。サブちゃん、じゃあはい、3軒目の乾杯しましょう。はい、せーの、カリーカリー。沖縄の方言で乾杯って言うんですね。はい。で、見て可愛らしいキャラクターが可愛い。あ、ガチャピンとムックだ。ガチャピンとムック。そうちなみに俺たちの後輩ウームなんですよ。あ、去年ウームに入った。で、これすごい。世の中に一人だけ存在しない。ゲソからです。やば、量がびっくり。え、お湯すごいっすね。これ1000円で1000円。そんなことないね。安いっすね。安っ。散々ディスられてる。すごい安いな。しかも普通のだけが食べてワンサイズ大きいと思う。確かにでかい感じ。でかい。見てこれ、ガチャピンと比べて大きいっしょ。ガチャピンと比べてこれ持ってる人いないだろ。これ持って共感する人いないだろ。なんか小銭とか比べたら早いんじゃないっす。そこまで本気でやらないでしょ。ボケだった、今のボケだったっすよ。ボケを一瞬探してしまって自分が忘れちゃった。本当にいいね。一つ豆知識っていいですか。お、なになに。廃材探偵団って結構電気とか使うじゃないですか。電池使ったり、これって使い終わった電池と使ってない電池見分ける方法があって、これがないとしたらこれぐらいの距離、10センチぐらい開けるんですよ。で、使われてない電池はポイって離した時跳ねないんですよ。高く取れるんですよ。で、使い終わった電池は軽くなるんでピョンピョンピョン飛んでいくんですよ。これマジ。本当ですか。これマジです。今度やってみてください。これマジです。マジマジ。わあ、面白い。習慣マジない。習慣ない。間違えた方がいいけど、お前間違えてるんだ。習慣実話ってのは存在してくるんだ。習慣マジって実話と書いてマジみたいな。はい、ちょっとね、場所移動しました。こちら同じ店なんだけど、この外テラス席、テラス席に来てます。シャレてますね。やっぱ自然を感じたよ ね。雨の音を聞きながら飲むっていうのも、ね、雨なんですよね。沖縄5月から梅雨入るから、はい、ちょっと今回遅いな。そうですね、今年流れが遅いまで。キャベさん、沖縄来て大阪と比べて不便だなって思ったのあります。車がないとここにも行けない。確かに確かに確かに。電車がないもんね。そうなんですよ。まあ、基本は、まあ、自転車とかタクシーで移動にしてるんですけど、まあ、車がないと、まあ、不便かなと思うんですけど、まあ、なんだかんだ沖縄の人ってみんな優しいんで、なんかどっか遊びに行く時とかも車出してくれたりする。ありがとうございます。ありがとうございます。チャリバ町でね。チャリバ町でこれが後ろ3分からね、出してくれる。よくみんな海連れてってくれるんで幸せです。移住者にも優しいっすよね。いや、それ嬉しい。お酒3杯飲んで好きなお店に行く。どうする、解散する。解散はありっちゃありじゃないですか。もういい感じ、楽しかった。もうないもんな、ある程度行き倒したら満足すれば、うん、まだ沖縄は分かってないですよ。自分の中でコスパ最強のお店ナンバーワン。おけち、ほんとにここ行ってありがとうっていう人たくさんいますよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう。非常に多いお店あるんですけど、ここ行ってみないですか。ちょっと俺は行けるんだ。まだまだ行けますか。まだ行けるって言ってる。行けます。そこに移動しますか。はい、移動しましょう。で、ここでキャメさんは離脱ということで仕事行ってきます。次の仕事があるんで。あー、かわいそうな人だ。かわいそうな人。かわいそうな人。
の人現実が。まあまあ仕方ないですね。いやめっちゃおもろかった。お疲れ様です。ありがとうございます。またぜひ今度も、また遊びましょう。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、じゃあ次の居酒屋行きましょう。はい、ありがとうございます。やばっ。はい、拍手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 。演出あ、じゃあね、センベロする前にね、センベロカードっていうのがあるんですよ。あ、確かにね。確かにね。3店舗回ってあったな。うん、あっといな。センベロカードちょっとね、皆さんちょっとおっさんといないんで。結構いいセンベロ。お、多いぞ。あ、1人3枚。あっといな、これ。見てこれ。これ本当に返していいっすか？いやいや、返ってますね。買ってもいいし、返してもいいし、それいろんな用途で使ってほしいし。もしかしてこれですか？これはきつい。まあ、何何だこれ。何そんなもったいぶって。何すか？これもう、センベロ今日ウイスキーなかったんですよ、ウイスキー。ウイスキーなくなってたんで、最後のウイスキー出します。何何すか？これすごい。上物じゃないですか。解説お願いします。まあウイスキーの中でも一番最上級の。マジで？日本のウイスキーなんで。でこれ1本、まあ、大体1万円ぐらい。うおお。今日の企画ためだけに出すっていう。ためだけに。普段は出してないですからね。出してからないやつや。普段出してない。これ響きで今日飲んでほしいです皆さん。ぜひ飲んでみたい。飲んでみたいですね。1本1万円。ああ、じゃあいいっす。本当に1万円すいません、いただきます、こんな高価なお酒。あ、OK です。いいお酒はあんまり入れるもんないですから。とっ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 と氷がね、馴染むぐらい。氷いらないっす。氷いらない。さすが、通話分かってますね、通話ね、ライオンさんね。ありがとうございます。あー、素晴らしい。じゃあいただきます、私も。はい、20歳だから食感も分からんけど、もう見るのもしょうがない。今日は本当にいい酒だよこれ。じゃあ自分もいただきます。ごめんなさい。もう、はい、テンションお願いします。お願いします。せんべろどうぞ。レディーゴー。いただきます。いただきます。いただきます。はい、飲みやすい。はい、飲みやすい。おぉ、飲みやすい。はい、飲みやすい。美味しい。飲みやすい。スッと入ってくる。スッと。なんか後残りみたいなのもないっすね。角ない、角ない。角ないでしょ、角。美味しい。角は全然ないの。ということで、今、一杯飲みました。もう一枚行こうかな。あ、行きますか。これはまた違う、変わってくる。あ、じゃあすいません、もう一枚行っていいですか。もう一枚行きます。もう一枚お願いします。2枚目から先変わっていきます。あれ、響きじゃない。え、あれ、まだか。まだあるんすか。全くじゃないです。最初だけね、こうやっていいお酒飲ましてね。最初だけパターンですか。こんなの毎回毎回飲ましてる。まあまあまあ、確かにね。悪いよ。こんなに高い酒だと思ってんすか、これ。それが経営者、ちゃんと考えなきゃいけない。しょうもないことばっかり言って。あれ、持ってないんでしょ。こんな酒、毎回飲んでる。悪いからね、せや。どうせ安いのくせに。答えでしょ。わかりますか、これ。これやばい。やば。ひろこさんから三十枚いただいた。ピンドンっていうものがありました。このタイミングで出す。すごいな。今日はもうセンベロで。これうちのやつ。ピンドン。ああ。説明しよ。説明書もあるんですか。飲むために説明書があるんですか。見てくださいこれ。はいや。英語で読めない。推定5枚です。おお。か。これを取っとね。あ、センベロ出しちゃおうかなと思って。あらか。あらだ。あらか。あらか。あらか。これあらか。さあ、釣りおかのチャンネル登録こすぞー。
ですか。ヒュー。泡が9点中。泡を落ち着かせて、泡を一回落ち着かせて、もう一回進むと泡が飛ぶんですね。アイデア。これ前のボーイさんと多くない？さんのめっちゃ入れるじゃん。贅沢。ボーイこんなに飲ませてくれるんですか。こんなですか。せんべろ。選手太っ腹じゃないですかもう。せんべろこれ。お酒。よいしょ。カリーン。カリーン。ああ。違いますわ。大人の味だ。うん。パリパリ感。ああ、美味しい。勝ち組の味しませんか。鶴岡さん、本当にね、もうあれだなんですよ。もう誕生日の時にもらってもみんなで。今から頑張っていこうかなっていう。たけしのプレゼントでもらって、それをみんなで共有したい、シェアするっていうのはもう感謝ですね。感謝ですね。めったに飲まないから。あさってね、なんとじっちゃなんか言った方がいいっすよ。なんとね、たけしと俺と春男とこうちゃんで宮古島リベンジというか、はい、やっぱりね、忘れ物したんですよ。僕はパリからチーズっていうのをちょっと忘れ物したんで、またこのメンツでリベンジしたいと思います。これ来たらもうするしかないでしょ。するしかないな。これも釣ってもらうしかないっすよ。鶴岡さんの力も借りてるわけですから。釣っちゃいましょうよ。全員が全員違った形で経験積んだわけっすよ。それがどう出るかじゃないですか。な、これがダメならまあまあしゃあないよ。また来年、来年なんだ。来年またチャレンジできるっていうのもあるんで、ね、さっき誰か死ななければね。病気で死ななければまた来年もありますからね。おいしい、おいしい。メンバーで頑張ろう。ハローキ先輩。ハローさん頑張りましょうか。新メンバーハローキだ。実は脱いだら分かるかもしれないですね。脱いだら。そんなことあるわけ。今回はね、センベロ巡りっていうことで、結局3軒回って4軒目でアクトクなのか、いい人なのか、素晴らしい天使に行く。アクトクじゃないでしょ、このフィルムは。どんだけ良心的か。確かにね。で、3杯目は何かと聞いたところ、この汁らしいです。もういいだろ、もういいだろ、もういいだろ。これを飲み干したいと思います、最後は。最後はこういうお店に来ましたということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。